こんにちは、管理 YouTuber のゆきなです。今日はですね、こちらレミゼラブルのお話をします。帝国劇場で約1年おきに上演されて最もチケナンとされる演目の一つ、そんな大人気ミュージカルが来年上演されることが決定しましたので解説をしていきます。こんな感じでですね、私はミュージカルを中心に感激に関することを発信してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速始めていきます。妹のためにパンを一つ盗んだだけで19年間牢獄に入れられ、仮出獄となった男ジャン・バルジャンの物語。一度捕まったというだけで十分な賃金が得られず、宿に泊まることもできない。そんな状態の中、神父さんに諭されたことをきっかけに過去の自分を捨て、自分の信念に従って新たに生きていく物語です。フランス革命という時代背景とともに秩序を守る警官、フランス市民のために戦う若者、あくどい商売でしたたかに生きる夫婦、いろんな立場の人たちの人生や思いが交差して、最後ジャン・バルジャンが亡くなる時には涙なしでは見られません。ビクトル・ユゴーというフランスの小説家さんの作品が原作です。アー無常っていうタイトルで、青い鳥文庫とかでも出てるので、小学生の頃に読んだとかっていう人もね、いるんじゃないかなと思います。他にもですね、こちらのノートルダムの鐘だったりとか、去年ねミュージカル上演された笑う男の原作者でもあります。そして作曲なんですけれども、クロード・ミシェル・シーンベルクさんっていう、こちらもフランス出身の方が作曲されているんですが、私ね知らなかったんですけど、こちらのミス・サイゴンっていう、こちらもねもうものすごい大人気のねベトナム戦争を題材にしたミュージカルがあるんですが、こちらの作曲者の方と同じなんです。本当ね、私知らなかったのがねすごく恥ずかしいですね。はい人気の理由一つ目はキャストの豊富さです。昔はプリンシパルって言われるこうメインのねキャストさんがそれぞれ2人から3人の役代わりだったんですけど、今ではですね3人から4人が当てられていて、もうそれぞれの配役だったりとか、その組み合わせによってもこうね違うドラマがあるんですよ。最初はこう有名なね曲を歌う役っていうのにね注目しがちなんですよ。例えば夢を見ていたわとか、あと On my own とか、なんかそういうね、今日ちょっとワンフレーズだけでもね聞いたことある人いると思うんですけど、そういうねファンディーナだったりポニーだったりとか、ね、マリウスだったりとかね、そういうねメインのキャストに目がね行きがちで、逆にその主役のジャン・バルジャンの敵に当たるジャベール、警察官のジャベールだったりとかをもういやっていう風にねちょっと敵対視しちゃう感じで、そういうの好きじゃないっていう風に思いがちなのなんだけど、舞台ってこうそのさっき言ったみたいにキャストさんによって全然違ったりするので、そうやってね何回も見ていくうちにもうだんだんねその敵としてしか見れなかったジャベールとか、もうジャンボでしかなかったテナルディ夫婦とかが、ね、本当にその人たちの気持ちがこう分かるようになっちゃったりとか、その彼なりの苦しみみたいなのも分かるようになったりとかして、もうなんかね不思議とね好きになっていっちゃうんですよね。普通の物語って一人の主人公がいて、でその人の紆余曲折みたいな感じだと思うんですけど、レミゼはですねメインキャストそれぞれに細かい物語があるんですよ。だからさっきちょっと簡単に説明したあらすじをね一回私書いてみたんですけど、そしたらものすごい長くなっちゃったんですよ。だからねあれ短縮するのすごい大変だったんですけど、もうそれぐらいその登場人物それぞれに物語があるからこそどんな人でも感情移入がしやすいんですね。でさらに例えばね50代の時学生の時に見ていたらこう恋とかね恋愛みたいなところにフォーカスしがちで、マリウスだったりポニーだったりとかが好きなんだけど、でもこう例えば大人になってお母さんになったりとかすると母親役っていうのがいてね、もうそれはまたそっちに感情移入し始めちゃったりとか、そういう感じでこう自分の立場が変わるとさらにこう感情移入しやすい役も変わってくるだったりとか、受け取り方が変わってくるっていうのもね何度見ても飽きないポイントの一つですね。続いてこんな人も出演していたということで、ミュージカルを知らない皆さんでもご存知の歴代のレミゼキャストさんたちをご紹介します。まず主役のジャン・バルジャンは加賀たけしさんでしたり、ショペスターさんが出演されてました。そしてレミゼラブルの王子役と言われているマリウスは野口五郎さん出演されてました。でさらに川崎麻世さんがですね、
ザベールっていうちょっとお堅い警察官がいるんですけど、その役やってました。ちなみに川崎麻世さんは劇団四季のキャッツにもイケメンの猫役でね出演したことがあるんですよ。そして夏木マリさんや森久美子さんはマダム・テナルディっていうちょっとね詐欺みたいな商売をしているね夫婦がいるんですけど、その奥さん役ですね。でちなみに森久美子さんは今でも現役で出演されています。そして足立由美さんや神田沙也加さんはさっきのね王子役って言ったマリウスの相手コゼット役で出演されていた経験があります。で最後にご紹介するのはファンティーヌっていう、まあ、こうちょっとね病弱な感じ の, あのお母さん役がいるんですけど、そのファンティーヌ役に岩崎宏美さん出演されていた経験があります。岩崎宏美さんね、私の中ではもうすごいもうコロッケさん の, あのシンデレラハネムーンしかあのちょっと分かんないんですけど、まあ、でもねあの歌手の方なんでね、そういう感じでねミュージカルを知らない人でも知ってるような俳優さんたちが三次出身者っていうことなんですね。そして来年の出演者も皆さんがご存知の方々たくさん出演されます。人気アイドルの乃木坂46の生田絵梨花ちゃんだったりとか、大人気ドラマ相棒でおなじみの六角精児さん、そしてお笑い芸人トレンディエンジェルの斉藤さん、さらにディズニーピクサー映画のモアナと伝説の海でモアナ役の、ね、声優をやった矢吹智奈さんなんかが出演されます。まあ、今ねご紹介したのはすごく一部ですし、他にもですねこうミュージカル界では ものすごいこう天才と言われるべきような人々がもう本当にレミゼラブルにはいっぱい出るんですね。だから、初見の方はですねもうどのキャストを選んでも絶対に後悔はないので、あんまりねこうキャストのスケジュールとかはあの初めて見る方はそんなに気にしなくてもいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。2021年5月から帝国劇場で上演が予定されているレミゼラブル、チケットの発売はまだなんですけれども、そういった情報もですね私の SNS で発信をしておりますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。そしてですね私もね初観劇が多分2015年とかだったんですね。だからさっきご紹介したような方々の時代のレミゼっていうのは全然知らないんですね。だから例えばね10年前20年前にねこの人のレミゼ見たことあるんだよっていうような方はですねぜひコメントに残していただきたいのと、まだねレミゼ見たことないっていう方はですねこの人のキャストちょっと見てみたいですとか、何かね質問があればぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。それでは最後まで動画をご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Twitter、Instagram なんかでは毎週劇場に行っている私の感激記録残っておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。そして17というライブ配信アプリでライブ配信もやっております。直接おしゃべりができるのでぜひ概要欄の方からフォローよろしくお願いします。